PET2001PET2001 PET は1977年にコモドール社が発表したコンピューターで、ホーム、パーソナルコンピュータとしては世界初のものとされるものである。PET はパーソナルエレクトロニックトランサクター、個人用電子実行機の略。カナダやアメリカの教育市場でよく売れた、コモドール社初の完全なコンピュータシステムであり、 あとの8ビット製品ラインの基盤となった。1970年代、テキサスインストゥルメンツは電卓用 CPU の主要な供給企業であった。コモドールも TI のチップを使った電卓を製造販売していた。しかし、1975年に TI はチップの外販価格を上げた。それによって TI 自身の電卓の価格競争力を上げるためである。 このため業界は冷え込むこととなる。コモドールは電卓用チップを供給してくれそうな会社を探し、6500にマイクロプロセッサを設計していたモステクノロジーを見つけた。モステクノロジーのは6500にを使ったワンボードのコンピュータキットキム -1 をコモドール社長、ジャック・トラミエルに見せ、電卓市場はもう終わりであると納得させた。 1976年9月、ペドルの紹介で、スティーブ・ジョブズとスティーブ・オズニアックが、アップル i のプロトタイプのデモンストレーションをコモドール側に披露し、これを買ってくれないかと持ちかけた。しかし、コモドール側は、ジョブズの提示した金額が高いと判断した。トラミエルは、1977年6月のコンシューマーエレクトロニクスショーに間に合う6ヶ月で、コンピュータを設計。 試作することをペドル、ビル・セーラー、ジョン・フィーガンスに命じた。トラミエルの息子レナードは、PET 独自のグラフィックキャラクターを含む、文字セット設計を助け、品質管理メインで働いた。その結果、世界初のオールインワン型ホームコンピュータ PET が生まれ、最初の機種は PET2001 と名付けられた。6502プロセッサーが、ディスプレイ、キーボード、 データレコーダーを制御し、さらに拡張ポートに接続する任意の周辺機器を制御する。メモリが 4K バイトの機種と 8K バイトの機種があり、基本的にはワンボードマイコンに制御回路を加えて内蔵モノクロディスプレイ40桁25行表示を駆動した。PET は設計思想面では最初のマッキントッシュに似ている。また、データ記録用のカセットテープレコーダー、 もキーボードの横に装備していた。カセットテープへのデータ転送レートは1500棒だが、転送を確実に行うために、同じビットを2回送るので、実質の転送レートは750棒となっている。メイン基板には、メモリ拡張用、2台目のデータレコーダー接続用、パラレルポート、ディスクドライブとプリンター接続用、IEE-488 ポート、 モデム接続用の4つの拡張ポートがある。p e t 2 0 0 1は1977年1月のウィンター CES で発表され、同年10月に最初の100台が出荷された。数ヶ月間出荷が注文に追いつかない状態が続き、ペースを上げるために 4K バイトラムバージョンをよく、早々にキャンセルし、8K バージョンのみとした。マシンは成功したが、 電卓のような小さなキーボードには不満が集中した。感触がガムのようだということでチクレットキーボードと呼ばれた。またキートップの表示が容易にかすれてしまうという問題もあった。その頃のホームコンピュータでは珍しいことではないが信頼性も乏しかった。このためキーボードを置換するサードパーティ製品がすぐさま登場している。 このため1979年新たな改良機種である 2001N を投入。最初の機種ではディスプレイの表示色がライトブルーだったが 2001N では一般的なグリーンになっている。またデータレコーダーを内蔵するのをやめてもっと大きくて使い勝手の良いキーボードを装備した。また内蔵ロムを更新して新たに投入した。 フロッピーディスクドライブ装置を接続できるようした。ラムの搭載容量によって 2001N8、2001N16、2001N32 の3機種を用意している。このうち 8KB 版は早々に販売停止となった。さらに内蔵ログに機械語モニターを搭載し、メモリ上の任意のアドレスの内容を読み書きできるようにした。これには6502の BRK 命令を 利用している。ただし、アセンブラは内蔵していないので、ユーザーは16新の数値を直接打ち込む必要がある。これら新機種もよく売れ、コモドールはヨーロッパにも販路を拡大する。しかし、ヨーロッパにはすでに p e t という名が商標登録されていたため、フィリップス名称の変更を余儀なくされた。結果として CBM3000 シリーズと解消し、 機種名も3008、3016、3032となった。また、3008は早々に販売停止となった。1980年4000シリーズの PET が登場した。従来より大きめの12インチのモニターを採用し、CRTC を一新、ベーシックも4.0となって、ディスク対応コマンドが追加された。この頃、コモドールは、 3000シリーズの顧客が 32KB 版を買わずに 8KB 版や 16KB 版を購入してメモリを自分で追加することが多いということに気づく。そこで4016からメモリ拡張用のソケットを取り去った。4032は学校が大量に購入した。金属製の頑丈なケースでオールインワン設計であることが教室での乱暴な仕様にもよく耐えると評価されためで、 ある。また、他の用途ではあまり活用されていなかった IEE488 ポートも学校では重要な役割を果たした。これをうまく使えば LAN を構成でき、当時まだ高価だったプリンターやディスクドライブを教室内の全マシンで共有可能だった。なお当時の PT の内蔵 ROM には IEE-488 ポート用機能がなく、ユーザーが 自前でプログラムを組む必要があった。PET シリーズとしては、さらに2つのマシンがリリースされている。8000シリーズは4000シリーズと、同様、CRTC に、日立 HD46505、または、セカンドソースのモトローラ6845を、採用、12インチモニターで 80X25 文字表示と、し、ビジネス思向を強めていたが、反面、 画面表示に関しては従来機種との互換性が乏しいものとなってしまった。そのため人気は低迷した。8032は 32KB のラムを搭載しているが、さらに 64KB を追加可能である。後に最初からラムを追加した状態の8096も登場している。8000シリーズにはサウンド発生用にスピーカーも一つ内蔵されていた。2001 3000、4000シリーズの PET のキーボードはグラフィックスキーボードと呼ばれていた。数字は点キー部分にしかなく、通常数字があるアルファベットの上の一列には記号しかない。3032と4032にはビニモデルという特別な機種があり、ビジネスキーボードと呼ばれる一般的なキー配置のキーボードを採用していた。8000シリーズでは 全機種がビジネス仕様のキー配置になっている。4000、8000シリーズは従来よりもビジネス志向を強めており、そのためにベーシックを強化している。5.25インチ及び8インチの FDD 装置を各種取り揃え、さらに5メガバイトと7メガバイトの HDD 装置も用意された。ヨーロッパではビジネス用途でそれなりに人気となったが、 アメリカではビジネスで標準的となった CPM が動作しない PET は振るわなかった。上述したように4000、8000シリーズではモニターが大きくなっており、ビデオコントローラも従来とは異なる。このため、ザキラーポケと呼ばれる重大な非互換問題が生じた。2001、3000シリーズにはとあるレジスタがあり、それを有効にすると、 ビデオラムへのアクセスを操作線が垂直に戻る間、垂直基線消去時間だけに制限し、画面のちらつきを防ぐことができる CPU とビデオコントローラーがベレムに同時アクセスしようとするとちらつきが発生する。通常この機能は電源を入れた時から有効になっていた。ちらつきが気にならない場合は、ユーザーがそれを無効にでき、文字出力を高速化できる。 ベーシックプログラムや機械後のプログラムでは、性能向上のために、この操作を行うのが、一般的だった。4000、8000シリーズでは、CRTC チップを採用しているため、従来のようなちらつき問題は発生しない。しかし、従来ベブランクの有効、無効の切り替え用レジスタがあったアドレスに、CRTC の制御レジスを配置している。そのため、 従来機種用のプログラムがちらつき防止機能の切り替えをしようとすると、モニターの動機がおかしくなり、フライバックトランスを壊してしまうことがある。したがって2001、3000シリーズ向けのプログラムは4000、8000シリーズ向けに改造する必要があった。シリーズの最後となったのは、SP9000 で、スパーペットあるいはマイケローミンフレームなどとも呼ばれた。このマシンは、 ウォータールー大学でプログラミングを教える目的で設計された CBM8000 シリーズのハードウェアを基本とし MC6809 を第2の CPU として追加し RAM も増やしている6502で動作するベーシックと6809で動作する APL、コボル、フォートラン、パスカルが内蔵ロムにあり6809向けにはフロッピーディスクでアセンブラが用意された 端末プログラムも用意されており、大学にある多数の端末の代替としても使える。そのため、スパーペット上でプログラムを開発し、完成してから、そのプログラムをメインフレームにアップロードするという、リモート開発環境として模様できた。コモドールは、PET シリーズの後継として、シリーズ、B シリーズとも、をリリースした。しかし、あまり成功せず、 最終的に販売停止となった。しかし PET シリーズの需要はあったため CBME の筐体の設計を従来の PET シリーズに流用したものが登場している。この筐体はキーボードが分離していたため SK と呼ばれている。モニターも首振り機構が追加されている。当初8032の基板をそのまま使っていたが後に SK 用の新マザーボードを設計し 64KB の拡張メモリを直接マザーボードに搭載した8296を発売。また FDD を2機内蔵した 8296DE も登場した。公式には PET シリーズの一部とはされないが、1983年コモドールは C64 のマザーボードを4000シリーズによく似た筐体に収めたをリリースした。これは アップル e エに奪われた教育市場で挽回しようとしたものである。ホームコンピュータとしては早々に高精細なカラーグラフィックスとサウンド機能を備えたマシン、アップルーあたり400、800に敗退してしまった。カラーに関しては、後のビッグマイナス20やコモドール64で対応した。PET 向けにはを使った512、512ピクセルの 高精細グラフィックボードをリリースしてる。通常の PET のグラフィックス機能は、ロム上の固定の文字 Z に限られている。当時の競合機種には、PCG と呼ばれる機能があり、文字のパターンを参照する際のアドレスが RAM を指すよう、変更期、任意のパターンを文字として表示可能だった。プログラミングの観点から言えば、これは比較的簡単に、 高精細なグラフィックイメージを得ることができる手段である。ベーシックプログラムでビットマップ画像のアニメーションをリアルタイムに描画するのは難しかったが、PCG なら文字オブジェクトを画面上で動かすだけで済むためよく利用されていた。しかし、PET には PCG 機能はなく大きな弱点の一つとなっている。この欠点を補うものとして、 PET のロム上の文字セットは、ASCII-1963 から派生したと呼ばれるもので、様々なパターンの文字を含んでいた。それらを使って、スペースインベーダーなどのゲームも、文字だけを使って移植されている。二つの切り替え可能な文字セットがあり、大文字と小文字が使える文字セットと大文字と、グラフィックス文字使える文字セットを備えている。また、文字を、 反転表示することも可能である。また、テキストアドベンチャーではグラフィックスは不要だった。中には、文字セット用ロムと差し替えるエプラムを同梱するソフトウェアも登場した。大学リティカルマーク付きの文字セットや数学記号の文字セットなどのエプラムもサードパーティーから発売れている。8000シリーズ以外の PET にはサウンド用ハードウェアがないが、 IEEE-488 ポートの出力を区形波の音声信号として利用することができ、一部のゲームではそれを利用していた。ハードディスクは内蔵ロムでは単なる大容量のフロッピーディスクとして扱われている。アダプタを使えば PET シリーズ向けの周辺機器をビッグ -1001 やコモドール64などでも流用可能である。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。